広島市役所の一室にやってきました。人気キャラクターのぬいぐるみなどが並んでいます。これは西日本豪雨から5年が経ってまだ所有者の手元に帰っていない思い出の品と呼ばれるものです。被災した現場の土砂の中から取り出された思い出の品。5年の月日が経ち、今後保管をどうしていくのか、今岐路を迎えています。5年間の保管期限をもって保管を終了するというふうに考えているところです。保管を永久にするというのがなかなか難しいので、ある程度期間を決めると。広島市は今年度をもって思い出の品の廃棄を検討しています。ボランティアの手も借り、アルバムの中の写真一枚一枚まで可能な限り泥を落としましたが、一つ一つによく目をやりますと、ぬいぐるみは中から綿が出ています。そしてこれは着物の帯だそうですけれども、一度泥をかぶったということもあるかもしれませんが、生地がだいぶくたびれています。5年が経って劣化が進んでいるなという印象を受けます。土砂の中から取り出した物品51件と写真3205枚のうち、返却できたのは物品が3件、写真も全体のおよそ 3% にあたる112枚にとどまっています。被害が大きかった地区で返却会を開くなどしましたが、思うような成果は出ていません。特にこの3年半は返却できた件数が1件もなく、被災者からの問い合わせが途絶えました。廃棄を検討することになった主な要因です。返却会の開催自体は案内も広報十分にしているところなんですけれども、やはり被災者の方からすると、実際に物を見ると辛い思いを思い出してしまうとかっていうこともあるのかなと思います。思い出の品の中には卒業証書など個人が特定できるものも含まれています。しかし名前も書いてあると思うんですけれども、それでも難しいですか？ご家族だとかご親戚だとかご友人だとか、そういった方が分かればですね、その方にコンタクトを取ってここにあるよというのをお伝えいただくということもできると思うんですけども、そこまでの状況に至ってないというような感じです。職員の業務も限界があり、持ち主のプライバシーを配慮しなければならない点も返却できない壁となっています。広島港からフェリーで20分ほどの離島、二之島。5年前、複数の箇所で土砂崩れが発生し、住宅を中心に大きな被害が出ました。島の公民館の横には、土砂の仮置き場が作られました。そうですね、当時は、もうとにかくその土砂を、かき出すのに、もう精一杯で、こういうことがもう第一番でしたね。当時島の町内会の代表としてボランティアの配置や被害の全容把握の中心的役割を担った堀口照之さん。5年の月日が流れ、被災者の心と環境に変化が生じているといいます。ほとんど被災された方はもういなくなりましたよ。自分の持ち物かどうかいうこともわからんのじゃないですか。それ大変な量ですから、思い出はあるでしょうが、思い出したくないようなことはあるだろうしね、もう消し去りたいとかね、いろいろあるんじゃないでしょうかね、いろいろな思いが。そうした中、今年度をもって思い出の品の廃棄を検討しているのが広島市です。今のところ新たに返却会を開く予定はなく、保管する環境政策課に直接問い合わせがあった場合、個別に対応していく考えです。少しでも多くの方に見ていただけるように、広島市のホームページだとか、その他の手段も含めて、さまざまな方法で周知していけるように取り組んでいきたいなと思っています。自治体ごとに思い出の品への対応は分かれています。熊野町は被害が局所的で
対象の住民に十分な周知を行えたとしてすでに廃棄。東広島市と坂町は保管の期限にルールはなく未定としています。13の物品と50冊以上のアルバムを保管する東広島市。2020年3月以降、プライバシーに配慮しながら市のホームページを使ってアルバム写真以外を掲載し、誰でも見られる状態にしています。それでも引き取り手はこの3年半一人も現れていません。個人さんの持ち物になりますので、なかなかですね、大々的にこういったものがございますというふうに、ホームページの方を上げてはいるのですけれども、なかなかそういった会がありますよ、でこういったものがありますよというふうにですね、周知するというのがですね、なかなかに難しい課題であるかなと考えていたところでございます。プライバシー、そうですね。東広島市も思い出の品の存在を知ってほしいのに、プライバシーを考えると満足に周知ができないというジレンマを抱えています。広報誌などで再度周知しても引き取り手が現れなかった場合、将来的に廃棄する可能性もあるとしています。特徴的な品が数多くあります。特にこういった野球の手作りであろう野球のものであったりとか、仏像とかですね、そういったものもございますので、お持ちの方であればですね、これは自分のものだというふうにですね、分かりやすい内容になっているのかなというふうには思っておりますね。思い出の品の経年劣化が進む中、どこで保管の区切りをつけるのか。災害から5年が経ち、各自治体も答えの見えない課題と今も向き合っています。